さあ本日の開幕戦の競争第8レースを迎えていまして、トーナメントは第8レースを迎えていまして、1二3の456枠なりでまずは出揃ってまいりました。徐々に上空雲が広がってまいりまして、少しどんよりとしてまいりました。そして風ですが、現在のスタートライン上は強めの向かい風で、現在風速は3メートルから4メートルほどの向かい風が吹いてまいりました。今1分新回転を始めていまして、並びはそのまま1二3の456、1号艇の重成和人、昨年のグランプリシリーズ戦準優勝の2着、ここは断然人気を集めて登場、今日はこのレースのみで登場です。その横に2号艇で前田達樹、そして3号艇の渡辺浩二と並んでいます。4号艇の寺田翔を引っ張るでしょうか。昨年のグランプリシリーズ戦は優勝戦3着、前走の下関正月レースでは優勝を飾っています。その4号艇の寺田が引っ張って、5号艇の間野和則、そして6号艇と6号艇の今井美也、1二3で4号6で枠なり3対3、進入体系固まってまいりました。さあここは後半戦の本命ムード漂っていまして、1号艇の重成和人断然人気の一戦となっていまして、第8レースのトーナメント、1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりです。1秒前、今スタートしていきました。好スタートはインコース1号艇2機の重成、3コースから3号艇4コースから4号艇の134がいいスタート。まず逃げる1号艇の重成をまくってきた3号艇の渡辺で、刺して2号艇の前で、その懐4号艇が攻めて、真ん中5号艇の間野で、後方6号艇バックスリッチは陰線から押し切った。1号艇の重成和人断然人気、そして2番手争いが2号艇4号艇3号艇2四3が固まってまいりまして、あとは5号艇6号艇なおスタートは正常でした。ランタンマークトップ1号艇の重成、注目2番手争いは3号艇の渡辺がグつけて回る。4号艇後ろ2号艇がキャビって、後方から6番5番ですが、さあ今度はわずかにアウトから4号艇の寺田翔が2番手に上がってきて、レースは2周目へと入ります。先頭1号艇の重成和人、2番手は4号艇の寺田翔、3番手には現在3号艇の渡辺浩二が上がってまいりまして、ここも現在人気どころが上位。2周目の出したマークは先頭1号艇、2番手は4号艇、3番手3号艇の懐5号艇の間野が攻めてまいりますが、現在は3号艇の渡辺浩二の上位が1、4、3となっています。先頭と2番手では30メーターから40メーター、その後ろ20メーターほどでは3号艇の渡辺が現在3番手、そして5号艇の間野、あとは6号艇2号艇の順、前提が第2ターンマークを回りますが、先頭1号艇、2番手は4号艇、3番手3号艇の懐ちらっと5号艇ですが、現在上位が1号艇4号艇3号艇ですが、さあ5号艇の間野が差を詰めて最終周回へと入ります。直線コースは前を絞って3号艇と5号艇危ないところ接触がありましたが、現在3号艇の渡辺浩二、一定進から二定進で5号艇の間野和則、最終周回から出したマークは3番手3号艇の渡辺が回って、懐を5号艇の間野和則が攻めてまいりますが、3号艇の懐、さあ5号艇の間野が上がってくる。3号艇5号艇ここで差が縮まって届いたが、さあまたまた接触で5号艇危ないところバランスを崩して、ここで転覆です。上位が1号艇4号艇3号艇となっています。最終ターンマークを回って最後の直線コース、5号艇の間野が失格となっています。143の人気どころです。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、2番がゴールイン、